小暮さん、はい、せっかくなので、はい、皆さんに小暮さんのセッティングを紹介したいと思います。はい、僕のセッティングをですか、はい、はい。ちょっとこだわりを見たいなって思いまして、これ、はい、最後さんがどんどん取り出していきますんでいいですか。はい。はい、いいですか、触って。はい。これは M1 って書いてあります。中違います。中違います。ただバッグに合わせて。なるほど。いきます。はい、じゃじゃん。水野 MB タイプ2。ちょっと大きい方。ロフトは？これは 8.5 のアップライトに。8.5 のアップライトに入れてます。アップライト。はい。ちなみにシャフトは？シャフトはこれはセブンドリーマーズさん、この帽子。この帽子ですね。セブンドリーマーズさんで。いいですか？オリジナル。オリジナル。はい。フィッティングで。フィッティングってことはもう自分の。僕専用です。専用。はい。僕専用なんです。スペックはどれぐらいなんですか？まあグラムは70g。すごい。はい。硬さで言うと、硬さは振動数は300はありますね。振動数っていうとだから、そういう測る機械があるんですけど、はいはい、ちょっと硬め。硬め。X とか。X 以上。X 以上。いやもうちょっと待って。あちょっとあの棒です。バットですね。お、さっき言ったも声出していいですよ、はい、続きまして、はい、3番、はい、ウッド、じゃじゃん、お、M2、これは一緒、はい、あれちょっと違います、1個前の M2 だ、はい、M2 ですね、これはシャフトが、はい、これはもう前から変えてないんで、ツアーで AD、ツアー AD、これはフレックスになる、PT の 7X を、ちょっと先を切ってるんで、はい、こっち先をガッチ切っちゃってるんで、硬くして、さすが硬めなんですね、はい、基本。で5番ウッドも同じ流れですか？いや違うです。もっと古いです。何が出てくるか。V シール。これはなんかもう自分の中で手放せない。これと7番ウッドが一緒ですか？一緒です。あ本当だ、はい。手放せない2品なんですね。今はこれがいいかなと。しかも見てください。ションナマリと。ここもね。もうそのままなんで貼ったままちょっと。はい、もう何年くらいずっと使ってます？10年以上は使ってます。はい。ちなみにシャフトは、まあ、もうこれも7、これは DI の 7X、はい、はこれも先 1.5 ぐらいしちゃってるんで、うーん、こっちは 8X、 うん、7番は、はい、はい、あの7番、はい、UTT ないですね。 UTT は僕はあんまり、あんまり、なるほど、だから4番アイアンか、そうです。でも続きはまた後ほどということで、はい、ティーショットに参りたいと思います、はい、心ホールですよ、はい、小暮さん初ドライバーなので、はいはい、どうしますか。もうロングなんでもう思い切って振っていくしかないですけど、うんうん、こんなに狭かったかな、アングルが。キャリーさんこんな狭いアングルでしたっけ。今日ピンが右なので、ティーショットは、うん、あのフェアウェイホーム、キャリーさんに説明するじゃない、OK、本当そんな感じです。うわアングル狭い。ただ振っていくんですよね。もう振ります。もうここはもうしょうがないもん、林入れちゃったら、うんうん、こういう時に緩む方がダメなんですよね。緩んで林入れて、うん、ちょん出しも長いの嫌じゃないですか、うん、だってやだ、もうぶっこんでっちゃうし。なるほど。今日のコーディネート、ああはい、Amazonで買いました、うん、リンゴルフの服です。はい、この前のイベントで買いましたリンゴルフのバイザーです。どうですか、かぶり心地とか着心地は。なんかね、普通、何のストレスもない。ストレスがない。では OK、 行きましょう。これでいいですか。わー戻れー戻れー。リンさん、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 でもいや思いっきり行きましたよね。はい、ちょっと服すれば、ここ見習って初級にしてはいい球でした。うん、手ぐれさん、これ立ち位置って、はい、やっぱこっちでやったの。僕は捕まえたいんですから、こっちですね。はい、こっちでこういう右から立てる、右に出してくっていうイメージ、はい、だったらこっちの方がいい。はい、戻った。戻った。これ打ちたかったんですよ。めっちゃいいの出ました。悔いのないように振る。最高。今日
そう太平洋湖南ハート乗り入れ OK。 そう夏限定太平洋湖南、はい、乗り入れ OK でビビっております。小暮さんが打ちます。いいね、かっこいい。あのクラブをスッと持って歩く感じがいいですね。小暮さん、はい、マネジメントお願いします。ここちょっとタイム、タイム170キャリーで打てます。はい、そしたら強いな。あのバンカー170で超えて170キャリーで打てた最低だから、もっと飛ばしちゃっていい。180、もう全然飛ばしちゃっていい。しかもフェアウェイでしょ。はい、もうスローさせるぐらいの意識で。意識でいいですか。うん、お、了解です。はい、私だったらなんかのバンカー越えるぐらいのクラブで花道残そうとか考えてる。あ、そうですか。僕だからジャンボさん突っ込んでるから、もう全然短いクラブの方が優しいって頭。なるほど、うん、最低の警戒は右だわ。バッチ、はい、完璧だよ。ナイス。はい、すごい完璧。おお、ナイスです。だから刻まなくてよかったと思いません？思います。刻んで長い距離よりも、うんうん、だから正解。花道、うん、ね。さっき小暮さんが小声で、今の三枝さんはナイスショットだったからもう一回打てると思うから打たせたいみたいな。だってあんなドライバーだって、うん、あんなドライバー打っててセカンドを刻むのもったいなくないですか？もったいないです。で水ったらそれはしょうがないけど、あのティーショットだったらセカンドも成功するかな、確率的に。メンタルマネジメント始まりました一番大事なやつですね気持ちよくないですか今。気持ちよかったです。3度目だからもっと頑張ってください。はい、おー、いい、ナイスショー、ナイスオンです。マンラフ、抜けたラフ。あ、まあまあ、でもアゲンストですね。はい、アゲンスト、アゲンストなんでちょっと突っ込み気味でいいの。ナイスオン。ただ今あの体が突っ込みました。ちょっと体突っ込んでトロトロしたでしょ。グループじゃなくて体が突っ込んで気持ちだけ前にちょっと行きましたけど、はい、オッケー、パオンやん。はい、よかったです。どっちにも見えるときってどうしたらいいんですか。どっちにも見える。ということは、あのカップはフックカップという感じで、最初はもうあんまり影響されないんで、最後はフック、最後はフック、うん、また下りの距離感、はい、いい感じじゃないですか。5、落ちた、止まるいいパーパット残してる。最後はフックでしたね。さあ、緊張のパーパットです。おー、うまいよ。怖かった、でもありがとうございます。押した、ボン。小暮さんホールです。ナイスショー、完璧じゃないですか。ブーってやってます今のスプーンでした。はい、もう分かっててやっぱあそこのフェアウェイ取りに来たんですけど、はい、バンカーの左、あの先、あそこの右先の、はい、やっぱり無理でしたなんですぐドライバー持ちたくなっちゃうんですかね。そうっすよね、持ちたくなりますよね。やっぱスプーンで広いところで打つっていうのがセオリーです。僕はセオリーじゃないんで攻めをして
怪しいです。ピンがピンがでプラス4。ちょっとね、マウンドの奥140ですよね。はい、ピンまで。これまさかフェードかけるとかそういうやつですか。木が、はい、打てないんで、はい、ちょっと転がします。転がす、はい、ほう。何番持つんですか。7番やんです。はい、すごー、何今の打ち方、すごい。当てないことだけ意識して、すごい、肘抜き、肘抜きショット。へえ。マネジメントとしては左でした。左目 OK、 左目 OK。 マネジメント通り行かないのもゴルフ。はい、それもゴルフ。さあ、小倉さん素晴らしいライです。あれですね、素晴らしいってことは逆目で最悪ってことですね。みんなの参考になる。いやー、絶対緩めたくない。やっぱり逆目か。これが逆目か。何じゃないです。緩んじゃったんですか。はい。太平洋高南の名物、ハスの花。ケリーさん、ハスの花で合ってる？あ、ハスで合ってます。ハスの花です。ハスの花ショットが見れます。真ん中ですよね。真ん中なんですけど、はい、左ドッグじゃないですか、はい、結構左頑張って狙ってっちゃって、ね、蹴っちゃっていいんじゃないですか。なるほど。ちょっとアマチュアあるあるで、ドライバーのせいにするということで別のドライバーを使うことです。あ、最高ですよ。ヨネックスだから一応もう一個サブ持ってきてるってことですよね、はい、しかも左に引っ張りやすいやつ。今左のミスがあるから逆に左に行ってみよう。 OK、はい、です。 OK、はい、だって OK いただきました。あれ、ダメだ、今日一緒だ。ハスの花ショット、ハスの花ショットですね。池入って3打目真っ赤打って次4打目ですね。はい、YouTube 小暮さんもやってて、はい、どうですか、なんか変わったことありますか。変わったこと、はい、自分の気持ちとか、皆さんの意見とか、なんかご飯食べてたらいきなり見てますって声かけられるような。あー、それはあるあるですね。なんで分かったんですかって言ったら、うん、声で分かったって。声で分かる、絶対分かる。なるほどね。声、個性あるのか。ありますよ、声が。なんか聞いたことある声がするってやつ。もうそしたら、あっこに密集した木があった、左、はい、あの木見かけたんです。140回じゃない。いや、そんなことない。もう全然あるんで。うわー、2低いだろ。だって普通に打ったら当たっちゃうんで、ちょっと目線を低く、目線を低く、目線を低く、ちょっとスリーコーター、スリーコーターですよ、はい、ちょん出しのイメージですよ。スリーコーター、僕的にはスリーコーターには見えてない。ちょっと触れてますよね。触れてる。マジですか。フルスイング、ね、フルスイングに見える。その半分でいいよ。残り120なんで、7番でちっちゃくパコーンって。あ、6番でもっと低く。いや、これ普通に打っちゃっていいと思いますよ。これ120のクラブで。どこ行ったボール。転がって乗れ。本当にスピードがもう何ていうかね、もうブンって振っちゃってるんで、半分でいいです。本当に素振りの感じ、振り、それでも振りすぎかな、うん、120ヤードなんでちょっと感じ出して、うん、早いですね。確かにかなと。いいですね、たまには強気で。
あーフェイスが変なとこ向いていた。マシーン。YouTube のこれ小さくなった。もうちょっと、もうちょっと。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。